ボシティアン・ゼサルは、ユーゴスラビア・リブラナ出身の元サッカー選手。元スロベニア代表。ポジションは DF。2005年8月1日に、フランスのオリンピック・マル・セイユと3年契約を結んだ。2007年7月1日に、イングランド2部のウエスト・ブロムビッチ・アルビオに FC に、レンタル移籍すると、8月14日のカーリングカップ、AFC、ボーンマッセンでデ,デビューし、 それから2ヶ月後の10月23日のブラックプール FC 戦でリーグデビューした。WBA では計24試合に出場し、2008年2月2日のバーンリー FC 戦では WBA 在籍期間中唯一となる得点を決めた。シーズン終了後にマルセイユに復帰したが、2009年1月12日に2年契約でグルノーブルフット38に移籍。 二試合目の FC ジロンダンボルドー戦で移籍後初得点を決めた。2010年7月1日、グルノーブルの二部降格に伴い、イタリアの AC キエーボ・ベローナに移籍した。キエーボには同胞のボヤン・ヨキッチが1月に同じフランスの FC 訴訟から移籍しており、晴れてチームメイトになった。スロベニア代表としては2003年2月12日のスイス戦でデビュー。 2004年10月9日のイタリア戦で代表初得点を決めた。ありがとうございます。